百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のグレです。やってますか？うおー！今日はですね、払い技の一つである、払い面、やりたいと思います。普段稽古でね、払うとこまではうまくできるんだけど、なかなか次の面が当たらない。払っても、相手の竹刀がすぐ戻ってきて、なかなか打てないって人、聞いてください。じゃあ早速払い方の種類なんですけど、払い方には、相手の竹刀の左側を自分が右から払う方法と、逆に裏から払う方法。こっちを表。こっちを裏って言います。そして、木刀による基本技稽古法の3本目でやってる払い面っていうのは、こちらの表側から半月を描くように下から払って面だと思いますね。下から払って面。同様に裏からもあります。裏から払って面っていうのもできます。実際に試合なんかで多いのは、この下から払うっていうんじゃなくて、払い落とすやり方。表から払い落とす。払い落としてそのまま面。っていうのが一番多いと思います。今日はこの払い落とす払い面のやり方を説明します。じゃあ早速払い面で一番大事なことっていうのは、ちょっとね、名前をね、もう一回考えてほしいんですよ。払い面なんだけど、払い面じゃないんですよ。払って面っていう二つのことをやるんじゃなくて、払い面、払い面、払面、払面、払面なんですよ。払うと面を一つの動作、一拍子で行うってことが一番大事なんです。この払い面のね、この払いには意味が二つあって、一つはもちろん、この払うことで、相手の竹刀、構えを崩して、隙を作るってことだよね。崩して隙を作る。これが一つ。もう一つは、次の打突に繋がるってことなんですよ。繋げるってこと。払うことで、次の面を打ちやすくなるように、払い面なんですよ。払面、払面。だから、払いと面を分けちゃダメ。払面なんです。払面。繋げる。一拍子。特に、払ったのに、せっかく竹刀払ったのに、面を打つ前に、相手の竹刀がもう戻っちゃってる。真ん中戻っちゃってる。打てないっていう人。これは、払い、面になってるんですよ。遅いの。払いと面の間が遅いの。じゃなくて、払面。払面。払いながら面。一拍の動作で行います。じゃあ、払い面、うまくできない。そういう時の、よくある間違いが、これ。一番最初に言いたいよくある間違いっていうのは、払うタイミングなんですよ。いつ払うの？いつでもいいの？って話なんですよ。違うんです。相手がまっすぐ構えてる時に、いくら払ったって、払い面は当たらないです。払い面を成功させるためには、払うタイミングっていうのがあるんですよ。それは、まっすぐ構えて、こっちが攻めます。そして、この次を、相手が出ようとする瞬間か、のけぞる瞬間なんですよ。前に出ようとするか、後ろに動こうとする、その瞬間が一番払うタイミングなんですよね。いつでも払っていいわけじゃないんですよね。相手がまっすぐどっしり構えてるとき、このときに中心の取り合いの中では竹刀を払ったりすることあるかもしれないけど、その後、払った後そのまま面を打てるかっていうと、それはやっぱりね、なかなか難しいと思う。じゃなくて、一歩攻めて相手が動こうとする瞬間、前でも後ろでも打ってもいいです。動こうとする瞬間を払うとそのまま面。特に、払い技っていうのは仕掛け技、こっちから仕掛ける技です。だから、一歩こっちが攻める、そして相手の反応を見るんだけど、特に相手がこうなった時めちゃくちゃ効きます。相手が前に出るとか後ろに出るとかじゃなくて、のけぞっちゃった時、のけぞっちゃった時ってのはもうすかさずそこ払って面。次は払う場所の話ですね。まず自分の竹刀、自分の竹刀はどこ使いますか？払う時にはいわゆる物打ち、先端から中指、この一番よく切れるところ、物打ちで払います。まあ、ここですよね。こうしておきます。物打ちで払います。これが自分の竹刀。自分の竹刀ね。物打ち使います。それで、相手のどこを払うんですか？相手の竹刀は、今度、物打ちじゃないんですよ。物打ちじゃない。相手の竹刀は、相手の竹刀の真ん中。ここを払うんですよ。ここを払う。ここを払ってやると、ちょっと払っただけで、相手の竹刀は大きく効くんですよね。手元を払いすぎると、ちょっと重くて動かない。だからみんな先の方を払っちゃうんだけど、ここじゃなくて、相手の竹刀の真ん中あたりを払うんだ。これだけでもだいぶ変わります。払う場所の話。次は、払う方向がね、間違ってることが多いんですよ。払う方向っていうのはもうこれも決まってて、よくある間違いはこう横に払っちゃう。こう横に払っちゃう。
こうすると相手の竹刀はもちろん外れるんだけど、自分の竹刀もこっち行っちゃうんですよ。こっち行っちゃう、中心から外れちゃう。そしてこっから面になるから遅れるし、二拍子になるんですよね。そうじゃなくて一拍子で腹面で打とうとすると、自分の竹刀の物打ちで相手の竹刀の真ん中を上から左斜め前に、左斜め前に払います。左斜め前に払うから、奥に払うから、もう体も乗って勢いを殺さずにスムーズにそのまま面、腹面と打つことができます。最後は払い方ですね。払うときに腕全体を使ってこういう風に払う人いるんですけども、これはやっぱりね、左手が真ん中からずれちゃいます。こういっちゃうんでね、これはずれる。そして払いが大きいので相手にバレるのと、払ってから面が遅くなるんですよね。いわゆる払い休んで面、2拍子になっちゃう。払い休んで面、1拍子で払うときには手首を使って、手首のスナップを使って小さくスパーン、小さくスパーン、小さくスパーンと払って、左前に払うって言ったんだけど、左前に払った後はもう胸をつくぐらい、払って胸をつくぐらいの勢いで、勢いを止めずにそのまま面といきます。今日は払い面のお話でした。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。